ヤッホーパパだよやんだよ今回はね、紙かな、ペーパーのレビュ ー、 ーこれ第一、いや、ピンクだからライチかなと。スーパーライチってそういうこと？そう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 。バブリーガムって書いてます。バブリーガム、うん、紙に味がついてるのかな。そう。ライチじゃない、ごめんね。ガム。よくある風船ガムみたいな匂いする。あ、ほんとだ。まあ、こういう紙なんですけど。ガムっぽいっていうか、なんかライチっぽくね。ライチっぽくない、グレープでもないような、まあでも一番グレープに近いような匂いかな。ライチじゃなかったね。なんかあれだよ、フェイクスのガムの匂いだよ。そうなの。10円でガチャ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 って違うよ。コンビニで売ってんじゃん、こんなちっちゃいパキッと半分にできる。ああ、はいはいはい。でこれにどうせコルツのライチでしょ。そうそうそう。でだからスーパーライチってのそう。なるほど。じゃあやっていこうか。前に前の動画見てもらったら分かるんですけど、これコルツのシャグですね。やるけどさ、いや聞いてよ、俺さ、腰悪いっつったじゃん、首も悪くなっちゃってさ、首もヘルニアになっちゃって、頸椎ヘルニア、どう思う？ボロボロだな。ボロボロよ。首と腰をやるやつって聞くの珍しいな。どっちかは聞くんだけどね。深い首多くね？いいんだよ。ああ、長くなるもんね。あ、これあれか、1と4分の1の長さ。うん、まあ1と4分の1なので、通常のレギュラーより長いローラーですね。こっちが普通のローラーなんですけど、ちょっと長いんです、うん、スーパーライチ、スーパーライチじゃないけどな。いやー、これ大丈夫か。今までさ、まあ、透明な紙はいいとして、普通の紙ばっかだったじゃん。こういう紙使うの初めてだよ。あれやったじゃん、トリプルバンジャー。あー、バニラの紙か。舐めたら甘いんだよね、あれ。舐めたらあかん、舐めたらあかん。なんだっけ、それ人生のねじね。これマントラっていうか1枚目から使えるのかな、じゃない。普通の紙1枚目は捨て紙なんですけど、これ1枚目から使えるみたいです。ほら、あ、本当だ、うん、1枚目から使えるんだ。うん。どうした、そもそもシリコンのやつなんか使いづらいよね。ペロって出ちゃう。うん、しっかり1枚目からやっぱノリがついてる。え、それこそさ、ハートキルトじゃない、これ。あー、かわいいかも。これなんかちょっと紙デザインが、うん、ちょっとかわいいんですよ、こんな感じで。モテるな。モテるというか、まあ女子受けはいいかな。モテるものの受けがいいは違うじゃん。でしょ。うん、そうそうそう。ね、壊れた。え、カチッつって動かんってなった。あ、直った直った。そうか、ちょっとそっち貸して。ああ、いいよ。見て。はい、じゃあ先吸うよ。うん、吸ってて。負けたんで吸いたいと思うんですけど。あ、かわいい。かわいいか、かわいい、うん、まあ、こんな感じになるんですけど。かわいい。ほら、吸います。モテるよ、それ。ああ、え、よ、え、俺負けねえんだけど。長いやつはね、置いてやった方が負けやすいんだよ。そう、俺浮かして前だけど。うわ、ニューライチ。なんかそんなに変わんない。マジで？うん、ちょっとなんか紙ガムみたいな感じはするけど、基本コルツのライチの味しかしないような。舐めたら甘えじゃん、これめっちゃ。うん。でも、おー、いい。キュンです。じゃあ甘いじゃん、これ。バニラの紙あったじゃん。あれみたいになんか露骨にうわ甘みたいな感じではないよ。いや、甘いって。いや、ちょっと甘いぐらいでしょ。甘いって。パパは甘いそうです。僕はまあ、ちょっと甘いぐらいかなと思う。でも、甘いしな。まずいっすったら。ああ、そうか。でもライチのしゃぐが美味しいのかね、じゃあ。じゃあ、紙がダメなんだね。マジで。だからリベリアのトンボの紙、うん、使った時はライチ美味しいっつってた。うん。なんかあの紙が良かったんだよ、うん。ってことは紙になんか味ついてるやつはパパはダメなんだよ。俺もっと買ってきちゃったんだけど。いいじゃん、別にそれはレビューしちゃえば。これでも僕はそんなにバニラより甘くは感じない。いや、じゃあ次めっちゃ甘く感じるやつだよ。え、マジで。うん。
分かった、じゃあ楽しみにしてみよう。でもそう、この紙に味がついてるやつが苦手な人は味付けの紙買ったらダメだね。唇につくっていうか残るのはやっぱりあります。バニラの紙もそうでしたし、唇が気持ち悪いのはあるよ。匂いだけだったらいいんだけどな、あのフィックスだから。ああそうだね、うん、フィックスのチューインガム超わかりやすい例えじゃない。そうだね、例えるのうまいよね、うんうん、だからこの体を維持するのにいろいろ食べてあれね、うん、あのピニャコラーダの時もそうだったよね。次さ、ヤンの公開坊主動画撮る。嫌だよ、俺坊主しねえし反省坊主。俺悪いことしないし。そうか、そう、いいこと。いやでもライチは美味しい。いやこれ美味しくない。紙だって。紙、うん、絶対トンボ吸ったら美味しかったよ。うん、うん、薄いやっぱ紙は味はっきりするんだって。すごい、まあ好きな人、うん、で好んで使ってる人には言いたくないけど、うん、頭おかしいなそれは言い過ぎ、うん、でもスタンレーとかコルツとかって匂いで押してるって言ってたじゃん。まあね、だからこれも匂いで押してんだろうね。うん、だと思うよ。好きな人は好きだと思うな、これ、うん、だと思う。うん、だあのスタンレーのバナナなんてすごいバナナの匂いがきついけど、吸うとハイライトの味じゃん。全然味が一致しないじゃん。いや若葉の匂いってあれは。あ、若葉か、うん、あそうか、うん、だからアメスピとかも好きな人いるんだしさ、うん、まあ本当好みですね。好みだね、うん、まあ吸った感じはまずくはないですけど、やっぱ口につく感じがやっぱりダメな人はダメですね。俺もなんかこの口の周りに残る感じはやっぱあるのはダメ、うん、ちょっとダメだね。普通の髪の方が好き、うん、ね、うん、普通の子の方がいいよね。ちょっと癖がある子でもね、そう、僕ちょっと癖あればいいけどね。その癖が可愛く出るのがあるな、うん、ハートのフィルターみたいな。俺ハートのフィルターの良さが分かんないあれは、うん、押してる風に思われるけど、うん、全くもって、うん、あれ以来俺使ってないネタ化したんだよね、うん、ネタ化してるから欲しい人いたらコメントにください、うん、かあのツイッターの方でね、うん、ああそうだね、うん、DM くれればハートあげるんで、まあ、今日のレビューの結果コルツのシャグは美味しいです、うん、でまあこのマントラのガムはガムだよね、バブリーガムで、匂いはフェニックス、フェニックスの10円のチューインガムの匂いだね。まあ、口にあと残ってちょっと気持ち悪い感じがあるかなっていう、まあ、よければ試してみてください。ぜひマントラ試してみてください。じゃあ今回これで終わります。バイバーイ。バイバーイ。ダメだこれ、口にちょっと残っちゃうかな。ポイかプレゼントだねポイはもったいない。俺それだったら吸うかプレゼントだ。プレゼントでしょ。うんうん、よし。